ございます。おはようございます。寝起きでございますね。ガチの寝起き。うん、眠い。眠い。マジで晴れてるね。すごいの。晴れ女が。めっちゃ晴れ女。だってティナ外出てる時雨降ってないから。ゲットレディウィズミーをしていきたいと思います。日焼け止め。日焼け止め大事だよ、まず。シンガポール暑いしね、紫外線超強そう。うん、なんか湿気やばい気がする。湿気マジでやばい。巻きとか頑張っても普通にめっちゃ取れるよ。取れます。マジで、うん。やばかったことがあって。ね。もう、シンガポール2日目はさ、すごい楽しくてさ。うん。で、3日目が始まる朝ですよ。そう。よし、今日も楽しむぞって言って朝起きて、うん、朝食食べようと思って、朝食のあの、なんか結構いい。和食ね。そう、和食和食。そうそうそう。いいとこ行ったんだよね。うん。マジかっぱ寿司4000円みたいなとこ。高くない？高すぎ、物価。物価やばいからね。うん。でさ、普通にルンルンでさ、お腹すいたお寿司食べたみたいな言ってたんだけど、うんうん、まず起きた時に、全身にめちゃくちゃジーマシンって出てて。やばかった。うん、本当に、しかも今まであんま出てないような、なんか、えぐいじんましんだったよね、うん、えぐいじんましん、なんか、ぽつぽつ系じゃないのそう。ドゥン、ドゥン、みたいな。それでまあなんかおかしいなと思って、しかも目も腫れてるし。いろいろ調子悪かったのね。そうそう、朝、ね、でも別に気分的には良かったから、そのまま行ったんだけど、うんうん、朝起きて、朝食のやつ座ってさ、うん、痒すぎて、とにかく。ずっと書いてたね。ずっと書いてたし、普段だったら多分喋るの、ももちゃん、うん、めっちゃ。うん、けど、喋れないほど、かゆくて。マジで無口すぎて、うん、なんか怒ってんのかと思ったよ、うち、マジで。うん、その、まあ、4日もいたらさ、なんか不機嫌な時とかさ、うん、ちょっと、なんか、ムカついたのかな、みたいな。うん、そら、さ、トイレ行くって言ってさ。鼓動がすごい早くなってきて、うん、なんかちょっとやばいかも、みたいな。とりあえずトイレ行くわって言って、トイレ行こうって言った瞬間なんかもう前見えなくて。そう、ぶっ倒れたの。そう。でも貧血みたいな感じで、うん、シャンって倒れたのね。そうそうそう、そう、こういった。でも店員さんとかもうわーってなって、うちもうわーってなって、うん、助けに行くじゃん。ティナも気遣いだから、うん、本当にいいって言って、2歩歩くんだけど、2歩目でまたぶっ倒れてみたいな。もうトイレまで行くのに、うん、もう、えぐつないぐらいもう、だからもう、1歩とか2歩歩いては倒れるみたいな。もうほんと前見えなくて、うん、どうなってるかわかんないんだけど、ももちゃんの声だけはずっと聞こえてて、彼氏大丈夫よとか言ってから、ジャパニーズみたいな。うち、ほんとに店員さんとかに怒らないんだけど、もうなんか焦りすぎて、あの、トイレまで行く道のりにさ、ちょっとなんかまあ、坂じゃないけど、なんか、あるのね。ちょっと坂っぽくなってる通路が。そう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 。普通に仰向けで、倒れて白目向いてて。うん、ティナやばくない？本当に、マジ死ぬのかなって思った、普通に。うち本当に死ぬんじゃないかと思って、焦って、でも、言葉通じないから、うち本当店員さんに全然怒んないタイプなんだけど、うん、ジャパニーズって言って、ノーイングリッシュって言って、早くってもう。だよね。うん、そうそうそう。なんか焦ってる感じはなんかもう感じ取ってたの。でも動けないし、目も見えないし、ごめんねって言いながら。で、そしたらさ、なんか車椅子が来てさ、そう。乗った瞬間なんかすごい気持ち悪くなって、うん、トイレって言ったんだけど、間に合わなくて、マラヨン。マラヨン。本当にキャッチしてくれたの。ゲロキャッチ。普通に。一番対応力早と思ったし、なんか救急車の方ですかって感じなのさ。いやでも本当に心配だったから。救急車まで来ちゃって、なんかマジ大事だったらしい。うん、医者来て、うん、なんか日本語わかんないじゃん。うん、だからさ、その病院行ってさ、変なことになるよりかは、ストレスとかかもしれない。あれだし、アレルギーうんうんうん、そうそうそう。ティナがさ、そういうことあった時さ、うん、1時間ぐらいマジ放心状態すぎてさ、もうホテルの時とかもさ、うん、なんかもう、キロッキロッつってさ、うん、寒い寒いって言うから、うん、全部着替えてさせてくれて、いつの間にかに。私が、その、いると、ティナも気使って、うん、ゆっくり休めないと思ったから、私買い物行こうと思って、うんうん、で、買い物行く時に、ルームキー忘れて、せっかく、あったかくして、お布団までかけてくれて、もう寝ていいからねって言った時にピッ、どん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 。ごめんなさい、お帰りください。起きさせるっていう。ほんと、散々だったわ。でも夜から復活したからね。夜めっちゃ元気だったよ。マジでよかった。結構ね、トラウマレベルに。うん、いや、マジでトラウマ。あそこのもう朝食屋さん行けない。過去一辛かったかも。ね。てかもう、なんかビールアレルギーだったの。そう。むきかのね。何なんだろう、なんかビールに入ってる何かがダメだったらしい。なんだろう、前日結構めっちゃ
ビールを飲んでて、で飲んでたのよ。で普段さビール飲んだことなかったからさ、初って言ってたもんね。そうだから本当気をつけてほしい、アレルギーは。うん、だから検査してからマジ海外行ってほしいね。アレルギー検査マジ大事だよね。大事。じゃあ、うん、酒でゲロ吐いてる子とか めっちゃ見てるから、うん、全然キャッチするしそう、もう手にも全部ついてたのに全部拭いてくれたの。命の恩人だから。命の恩人だった、うん、これから気をつけよう。ね、気をつけよう、うん、ビール飲まないですもん、ティナ。ももちゃん元気だよね。元気ガチ健康女。だってカンコレ終わった次の日も朝まで飲んでたんでしょ。そう、ティナ疲れすぎて普通にもう、うん、寝てたよ。しかもそのアレルギー知ってる。え、何？チョコ。え？カカオ。そうなの？うん、あの普通の甘いチョコってさ結構カカオ薄めじゃん。うん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 。カカオ多めのやつ。カカオ 70% みたいな。そう、くしゃみ出る。くしゃみなんだ。絶対くしゃみ出る。値上げ買わないと今日。え、そう、今日はね、あとプラダのシュシュが欲しくて。うん、お揃いにしよう。お揃いにしよう。結構さ、旅行とか割とノープランの方が好きなタイプなの。うん、けどね、予定詰めるとちょっと焦るタイプ。ストレスだよね、うん、なんかさ、結構細かいのストレスなの、うちめっちゃ。え、わかる。わかる、うん。え、でも A 型だよね、うちは。でも A 型なんなんだろうね、なんか A 型ってさ、マメって言うじゃん。言うね。でもいや、まあ、ももちゃんね、綺麗好きだし A 型だよ。ほんと、ちゃんと A 型してる、うん、A 型。多分それは性格の問題だよ、こういう。あ、そっか。そう、不潔な部分ない同じホテルで並んでたらさ、なんか普通に列に並んでたらさ、え、ももちゃんですかって言われてるよね。え、そう、ファンの子に出会いました。え、すごい嬉しい。こんな偶然ないですよね。うん、同じ時間に同じ場所に。え、しかもさ、なんかまあ例えば伊藤ももを知ってますだけで、別になんかファンじゃなくて DM とかでは送ってないみたいな子とかに会うより、なんかさっきありがとうございました DM 来たのね、うんうんうん、そしたらちゃんと昔から送ってくれてて、あ、そうだってファンだなって思うじゃん、うん、もうファンだわ。じゃあその人めっちゃ嬉しかっただろうね。本当にこっちも嬉しい、うん、なんかたださ嬉しい、何でも嬉しいんだけど、うん、なんかそういう職業だし、うん、なんか別にフォローもしてなくて、なんか、いるのたまに、うん、フォローもうちのことしてないし、うん、多分全然ファンじゃなくて、うん、ミーハーみたいな、そう、ストーリー載せたいみたいな、うんうんうん、主にあったみたいな、うんうんうん、ストーリー載せたい、いるよね、ために写真写真っていう人もいるのね、うんうん、普通にいいんだけど、うんうん、撮るし、なんかやっぱ DM 来て見返した時に昔からちゃんと DM とか送ってくれてる子だとめちゃくちゃ嬉しい。嬉しいよね。めっちゃ嬉しい。めっちゃその人嬉しそうだったの、マジでね。あ、本当だみたいな感じ。めちゃくちゃ本当に嬉しいよ。ありがとうございました。ティナちゃんでも女の子のファンいるでしょ結構。ティナもこの前ディズニー行ったら、うん、すっごい3人組が見てるなって思ったの、感じてたの、うん、でもマスクしてるし、なんか変な被り物してたから絶対に、まあ、なんか分かんないじゃん、うん、確かに確かに。で乗り物乗り終わって次行くかってなった時に、え、ティナちゃんですよねって言われて、うん、その子もずっと昔からこう、DM してたく、してくれてた子で、うん、そう、可愛かった。あー、でも本当満喫したな。ちゃんとマーライオンもさ、うん、見たし、見たし、まあ、リアルマーライオンも見たし、あと買い物ぐらいじゃない、買い物ぐらい、買い物してないもんね、免税だもんね。免税近いのかな、ここから。え、近い近い、ホテルの中で完結できるホテルなの。へー、あ、ホテルか、ホテルにあるのか。そう、そうそうそう、海外に住みたいね、将来住みたい。え、ティナずっと言ってる、海外映画めちゃくちゃ見る。え、見るんだ、うん、何が好き一番。なんか一番難しい、ドラマ系で言ったら、うん、あのあれ、ゴシップガールとかマジで見てます。なんかもう本当セレブたちのなんか物語みたいな、うん、恋愛物語みたいな、そんな感じなんだけど、うん、ゴシップガールもでも人気だよね。人気。あ、見て、鳥鳥鳥。え、なに、こんな鳥いんの。なんか黄色い、なんか黄色日本にいないね、絶対いないね。だから結構質問来るんです、どうやって仲良くなったんですかみたいな。確かに気になるわ。でもでしょ、私が2丁目行ってゲイバーで飲んでる時に、そのゲイのか、ゲイの方が、店員さんの方が、星野キナって知ってるって言われて、アイドルの話になってる。で、まさかのゲイ、ああ、キャバクラしてる方ですよね、うんうんうん、みたいな言ったら、めっちゃファンなんだよね、みたいな。へぇ、もう大ファン。ガチでアイドルやってたんだけど、ティナちゃんって。そうそう。アイドル時代から現場にも行ってて、みたいな。マジで、ティナちゃんのいいところの話を1時間ぐらいされて、マジで。私も可愛いなと思ってたから、うん、あ、そうなんだみたいな。てか夜食の方でさ、あんま仲いい人いないからさ、うんうんうん、なんか
だからどういう感じだったか分かんないじゃん、うん、ニュアンスが、うん、こういうとこういうとここういうとこめっちゃ性格良くてみたいな。ね、嬉しい。なんかゲイの方が言ってくれたんでしょ。そうでフォローしたのインスタを。急にさ、そう、伊藤桃からフォローされましたって来て、えごフォローって思ったの最初。ごフォロー、みんな知ってるわけよ、やっぱ地元の子もさ。嬉しい、桃ちゃんのこと超自慢したからね、スクショして応じました。嬉しい。別にあれだよね、リアクなんかストーリーに反応してくれたりと か、うん、なんか探り探りなんか、そうそうそう、ちょっとずつ距離を詰めてって。そうで結果ご飯行こうってなったんだよね。そう、桃ちゃんが誕生日だったから、うん、予約したの結構いいとこで美味しいお店、田中だ、田中だ、美味しいじゃん。で和食好きって言ってたし、ちょうどいいなと思って、うん、まあ、プレゼント買って行ったんですよ。そう、プレゼントくれたの。初対面なのに誕生日プレゼントをくれて。でも何でもいいですよ、食べてって言って、あ、お会計しましょう。普通にティナさ払おうとしたの、うん、別にしょ祝いじゃん。普通に祝いじゃん。払おうとしたらさ、いや大丈夫大丈夫、いいから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 とか言ってカードパッて出してさ、全部払っちゃってさ、ももちゃん7万ぐらいしたんだよ、2人。7万したの。ねえ、高っと思ったんでしょ。これ絶対ティナさ、絶対いいんだけど、ほんと申し訳ないと思った。でも一応年下だし、やだやだやだ、そういうんじゃないのよ、お祝いだからさ。やだやだやだ、絶対やだ。なんかなんかすごいかっこいいと思って、ちょっとまた会いましょうって言って。そう、ティナちゃん今六本木のジャングルで働いてるんだけど、うん、その目の前のバーで私がめっちゃよく飲むのよ、うん、たまたま友達と飲んでてさ、うん、1時ぐらいになって、あれそろそろ終わるよなと思って、なんか誰か呼ぼうってなってたから、うんうんうん、あれ来てよって言ったら、うん、マジで来てくれて、アフターワンに。だって超近いんだもん。え、マジ目の前みたいな。超目の前。そっからなんかもうよく私もそこのバー行くから、行くたびに何してんの？そうそう、アフターホールに来てくれるのよ。3時ぐらいとかもね。楽しいのよ。もう気づいたら朝なの。7時とか8時なの。で、うち10時から仕事してるの、ちゃんと。すごいよね。やばいよね。最近マジでだから楽しいの。楽しいよね。なんか前なんか、アフター終わった後に電話来て、ももちゃんから。急にね、夜中に。電話って珍しいな。いつも LINE だからさ。ティナどこいんの？え？何してんの？みたいな言われて、いや、今、朝です。朝終わったとこですって言ったら、え、来て。来てってすっごいなんか怒ってる感じで言われたの。え、早く来て、どれくらいで来れんの？え、待って、やかってるやかってるやかってる。怖い怖い怖い。なんかしたわ、みたいな。してない。ごめんなさい。本当にさ、ともちゃん家初めて行ってさ、そう。やばいよね。ガチで、いや、なんかしたかなって、マジ考えて、結局なんもなかったんだけど。そう。もうただめっちゃ酔いすぎてて。いや、酔っててさ、焦ったわ。やっぱ、仲いい子とか好きな子呼んじゃうじゃん。うん。みんなで外飲みしてたから、うちの家で。で、なんか、いや、会いたいなと思って。あ、これハイチュウみたいなんですよね。ティナが好きなやつ。電話した記憶もなく、気づいたらティナが家にいたもん。ストーリーにも載せてたのに、気づいたらティナいたって。え、そう。ほんわかになんかさ、ブロッブロの顔でさ、もうこんな半目みたいなさ。朝消してたでしょ。朝消した。え、顔やばと思って。あ、朝消した。では、ちょっと髪の毛とかいろいろ支度していきます。はい。はい、支度ができましたー。はーい。最終日晴れたね。晴れたよ。ね。うん。行く。ピッチャーのお洋服は、写真ちゃん。ロイヤルパーティー。はい、え、結構かわいい。似合ってる。似合ってる？うん。嬉しい。ミニティーってかわいいよね。ミニティーかわいい。今日は買い物に行きたいと思います。では、最後まで見てくれてありがとうございました。よかったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。バイバーイ。バイバーイ。